戦術航空軍団は、かつて存在したアメリカ空軍の主要部隊、戦闘機、攻撃機の運用を主任務とした。陸軍航空軍時代の1946年に設立され、1992年に戦略航空軍団なども含めて航空戦闘軍団に改編された。1946年3月21日に、 アメリカ陸軍航空軍は大規模な組織再編を行った。この時、戦略航空軍団、防空軍団とともに主要軍団として、戦術航空軍団が設立された。1947年にアメリカ空軍が独立した際も TAC は引き継がれている。TAC は戦術目的の航空機を扱う部隊であり、設立当初からヨーロッパ、北、アメリカ、 アジアなど世界各地に展開していた。1946年の設立時の司令部はフロリダ州マクディール陸軍航空基地に置かれている。ただし、同年5月21日にはランブレー陸軍航空基地に移転した。1948年頃には福音により TAC の主要部隊は来た。アメリカにあった。ベルリン封鎖が発生すると輸送機を中心に、 在欧アメリカ空軍へ物体を発出している。1948年12月1日から1950年12月1日にかけては TAC と a d c は統合され、大陸航空軍団となっている。朝鮮戦争の勃発に伴い、国外への戦力の大量派遣が必要とされ、1950年12月にコニックの改変により TAC が再活性化した。 1950年代には戦略航空軍団が再編されて戦闘機戦力は全て戦術航空軍団に委ねられることとなった。しかし爆撃機護衛、敵国制空権確保のために制空戦闘機を重視していた戦略航空軍団に対して戦術航空軍団は戦闘爆撃機を重視していたためこの組織再編はアメリカ空軍全体で 星空戦闘機をおざなりにするという弊害を招いた。戦術航空軍団が星空戦闘機を重視するようになるのは70年代以降である。1970年代に航空宇宙防衛軍団は解体され、その戦力の一部は戦術航空軍団に引き継がれ、戦術航空軍団防空部となった。ただし、アメリカ本土防空については、 空軍周兵が担う部分が大きい。その後、朝鮮戦争やベトナム戦争、湾岸戦争にも部隊を発出している。1992年に機材の高性能化と戦力の効率的な運用要求により、戦闘機、攻撃機、爆撃機を運用する航空戦闘軍団に再編された。ありがとうございます。